虫寄ってきたから。じゃあ行きましょう。ピント合わないな。ピントが合わねえんだよな。パン。大丈夫。ゴミだね。畑のゴミじゃないかな。畑の。はい、こんばんはね。いらっしゃいね。お疲れ様です。雰囲気いいでしょう。鹿と何が？嵐なんじゃない？嵐ですか？嵐くんですか？そう、ゴミゴミ。いやー。ね、ここはちょっと風があるな、少し。いや、違ったみたい。排水溝。これ以上に明るくできないんで、虫が寄ってきちゃうから。ちょっと我慢してください。このぐらいのライトだとね、虫寄ってこないんで。もう水の音いいでしょ。でもすごい雰囲気怖いよ。風が全くないのよ。最悪よ。いや、ほんと来ないんだよ。台風来てんでしょ、これ。バケタン、バケタンやってるんだよ。でね、この間ね、前回のその金曜日やったやつとかね、なんか靴だけが歩いてたんですよね。そう、俺見ちゃったんだよね。まあ例はね、昔その薄いやつはちょっと見たんだけど、入りそう？でも全然来ないよ、全く風。めちゃめちゃやばい。今日はだから全てのいて、こう、今のところ暗い状態の場所多いでしょ。で、こっからまたちょっと距離があって戻るんだけどね。最後一応今4カ所目次か。マジですね。やばそうなのよ。本当ありがとう。靴すごい。いや、しかもね、霊園の入り口のとこで俺が止めてるとこに、そのまま足だけ、まあ、靴だけがちょっと見えちゃった。お靴だとか言ってたんだよ俺。ここはね、電話ないんですよね。でもここも 4G だね、4G。5G じゃやっぱなかなか難しいってね。毎日見てる？ね。赤羽ありますよ、先週の同じ項目のタイトルがあって、4000ぐらいちょっと再生のやつだよね。はい、高橋さん、田中さん、こんばんはね、いらっしゃいね。そう。夏は死んでですか。今年はね、もうね、毎年や、ね、まあ僕毎月やってる。まあ冬もやってるんですけどね。靴返して。もうなんかね、暑い。今年は。梅雨もすごい長かったし。超能力なんかないんじゃないの。ありがとうね、おちゃんね。ゆみさん、こんばんは。いらっしゃいね。いるんだね。なんかね、今なんか今一瞬俺聞こえちゃったかなと思って、なんか子守歌が聞こえたの、女の人の。はい、三浦さん、こんばんはね。なんか今なんかね、ふうふうみたいな感じで、なんかやばいな、最近ちょっとやばいのかな俺。
なんか今こもり、これ結構前兆なんじゃない？ゆうさんこんばんはね。バケたの。そう。こもり歌みたいに、今なんか、ってなんか聞こえたんだけど。寝ちゃいそうだな、俺。涼しい？嘘。めちゃめちゃ暑いよ。風全然来ねえもん。いいなぁ。こっち全然来ないんだよ、風とか。もうバケたぶっ壊れた、これ。いないか。いないな。ブルーだった。虫、うざ。はい、プリンさんこんばんはね。いらっしゃいね。長袖なんで、わかるでしょ、俺。ずーっと長袖なの。なんで長袖か知る？蚊に食われやすいから、僕。だってさっきもう、まつげの辺か、蚊に食われたもん。目の辺。ほんと蚊に食われんの。だから、毎年蚊に食われてたから、今年は長袖で頑張れるとこまで頑張ろうと思ってね。そう。そうすると、腕蚊に食われないから。長さん、今後お久しぶりね。うん、夜勤中ね。頑張ってください、夜勤ね。そう。バケタの電池はね、次変えようかなと思ってる、また。もうでも、全然、まだあると思うんだけど、多分ね。ニコニコさん、こんばんはね。買う？うん。そう。暑さなしだった？静岡。そう、だから、わかるでしょ？だから暑いのよ。蚊に食われちゃうから、俺、体質的に結構。昼にも食われるわ。ダニにもやられたし、昔。だから結構防御してるわけよ。ユダさんこんばんはね。変えたら何を？35度。いや、使ってるの。毎回今かけてるよ、虫除け。チャリンコ来たぞ、このところで。チャリンコ来んだ。虫に刺されちゃうから。チャリも通るんだよ、だから。ゆずさんこんばんは、ね。チャリ通るんだ。怖くないわね。怖くないわね。この貝がもうダメなんだよな。塩美味しいのかな。今チャリンコ通ったんだ。上があった。左ここにじゃない、田んぼで、田んぼ。黄色だなあ。今風で出てきたな、少し。赤。さすがに昼間は半袖なんだよ。カニクワ、何これ、あれか、通行止めのやつか。風強くなってきた、マジ。でも福島とか危ないでしょ。福島の宮城とか気をつけてね。まあ田んぼなんだけど、もう多分田んぼやってんのこれ。雨降るか、マジ。少し風吹いてきたな。さっきよりがマシになってきたもん。これカブトムシいるだろ、ここ。怖い、動物ね。まあ、クマが出るとこは、基本的にクマスプレー持っていくから、僕。うわ、すげえ、えぐれてる。どうやったらぶつけんの、こうやって。人？いやー、いなかったじゃん、だって、タカさん。見たでしょ。あれね、レーンのお墓の方入ってきゃいいけど、普通に考えてね、お墓のとこ入らないよ。ウォーキングしてる人はね。ってことは、まっすぐ行けばまっすぐだから、あそこ結構距離あるから、僕の足でも追いついちゃうんだよね、多分。だから人ではないんじゃない？あ、濃いブルーになった。濃いブルー。いるな、ここ多分。焼けきれい。濃いブルー。
ーとか出らせるでしょ、みんな。ごめんなさいね。予行練習とかないとね、焦った時の。そのないとね、一応あのバケタンつって、お化け探知機。うん。そうです、すいませんね。今油断したでしょ、みんな。こっち近すぎじゃないね。ほんとびっくりした。音下げててよかった。音かし。ビビる、すいませんね。すいませんね。予行練習しといたんでね、今ね。慣れた。びっくりしました。出た。今、喋ったでしょ、やったの。脅かし。ね。脅かしを。風がまたなくなった。イオンしてたからびっくりした。びっくりしなかった。大丈夫だった。うん。あ、ほんと靴だけね。ほんと、うわーって。機械に反応するから気をつけて。まあ、よかった。びっくり、あかねさん。ごめんなさいね。そう。反応しないんだよな。はい。深水さん、こんばんはね。いらっしゃい。この赤がやばい、ダメなんて。赤が基本ダメ。青も、まあ、エンジェルスで幽霊はいるらしいんだけど、赤になると幽霊が襲ってきてるんだって。攻撃してきてるんだよね。そう。さっき一回なったんだけど、さっきのとこで。前回。最近ね、あんま出になんないんだよね。これ当初ね、本当にね、2、3ヶ月前はすごかったのよ。最高でね、4時間ぐらいやって40何回とかね、赤がなったのがあるのよ。最近はね、もう通常通り戻ってたみたい。取り憑かれてたのかな。もう赤全然出なくなっちゃった、最近は。だから正常に戻ったのかもしれないね。除霊モードついてるけどね、もうずっと持ってるとか、僕片手でね、機材持ってなきゃいけないから、ちょっと疲れちゃうんでね。機材がね、だいたい6キロか7キロ近くあるから、今、重さが。そう。マジきついんだよね、今。だからちょっとね、極力ね、やったりやんなかったり。46回だっけ？いないよね。そう、機材かなり重たいね。除霊っていうか、まあ、バリアモードみたいなのができるらしいけどね。そんな余裕ないと思うよ、そんなに。あそこに車止まってんな。人がいるのか。人がいるんだな。あんたも何してんの？彼は。電気つけてたよ。こんなところに。車で。通れんの、あそこ。あ、お前あそこ止めてたら。そう、あそこ止めてたらって俺通れないじゃん。そう。そう。なんか電気つけてるね。そう、車に K がいた、K ワゴン。K がね。戻るか、じゃあ。向こう混ぜたんじゃない？なんかすごい明かりライト使ってるから。ムキムキ。いや、最近衰えたよ、もう。ムキムキは。そう。人で、いや今人だったね、普通に。でもすごいな、この夏に来ると草がもうすごいね、ここね。前はもうちょっと見えたもん、中は。そうね。でも風がちょっと出てきたな。風が。あ、風出てきたな、ちょっと。これ台風の影響だな、多分。そろそろか。そう。木が埋まってたね。そう、埋まってたよね。そう、こっち通れないのかな。U ターン。あいつのせいで。僕もね、買い打ち。いや、そうだね。なんだこれ。あ、そうか。双子のバケちゃん。ちょっとでも風出てきたね。やっぱここかな。
こかもな。竹切りじゃん。竹。これ井戸水なのかな。うん？あ、大丈夫大丈夫、逃げられますよ。大丈夫大丈夫。ここだけ草刈ってんだよね。すごい木じゃないこれ。うん。ね、初見さんよかったらチャンネル登録ね、よろしくお願いします。はい、葉月さんこんばんはね、いらっしゃいね。ちょっとこれ手ってする。よいしょ、少し手って。いるかな。少し風出てきたな。いないな。あそこに車いると思わなかったな。予想外だったよ、展開的には。うん。吉野行く。まだ大丈夫かな。そう。でも少しやれてよかったんですけどね、雨降る前。まだ降らないかな。でも米が育ってるな。これどうだっけ。うん。こう、だってみんな見てないでしょ。もうかなり僕3年前とかだと思うよ、多分言ってんの。うん。そう。風がちょっと出てきたね。今度そっちが行ってみましょう。うん、ここもガードで取れちゃったんだね。もう曲がっちゃってるよ。だからこの辺りで首吊ってるってね、そういう噂が。多分3年とかだと、もう最近行ってないよ全然。久々なの、ここ。もう前回行きたかったんだけど、ちょっと行けなかったんだね、そう。うん。わからないでしょ。初めて見てるかもしれないよね。みんな的にはね。わからないでしょ、多分。そのぐらい多分見てないと思う。ガードルもね。そうなんだよ。でもね、そういうとこで釣る人は釣るんだよ、本当に。わからないでしょ。だから新鮮でしょ、逆に。こんなとこでね、一瞬の初めて見る。あ、クモの巣が、もうほんとうざいな、クモの巣。知らないでしょ、新鮮でしょ。で、ローテーションしていくから、近場の時はね。そう。ああ、なんかクモの巣がもう最悪、顔についたよ、もう。最悪。うん。ほんと？またクモ。もう月悪いもんな、これ、化けたんか。これ、反応しないの。どこでしょうね。そりゃ場所は内緒ですけど。木が怖い。虫がすごいな、虫が。あっち。はい、藤野さんこんばんはね、いらっしゃいね。今日は急遽心霊配信だったので、まあ、次回は金曜か土曜どっちかですね。そう、どっちかに行くと思います。歩いてる街。まあ自殺する人はだから分かんないよね。そう、あんまり教えちゃうとよ、だからあのマイナースポットも有名になっちゃう可能性があるじゃん。そうすると、やっぱりほら、僕が苦労して見つけてるのを、なんか簡単に言うと、なんか簡単にあげるのも嫌だなって。わかるでしょ。そう、僕専用の秘密基地にしようかなって。
そうそうそう。赤嶺さんどうもね、ありがとうございます。まあそういう方ではあんまり言わないんですよね、マイナスポットは。僕は言っちゃってもみんな共有しちゃうと、だってほらネットに載っちゃったらみんな行くじゃん、基本的に。そうするとほら今コロナの時期だからね、やっぱり若いやつ来ちゃうとやばいからね、マジで。タイさんこんばんは、ですけどね、そう同情するよね、本当にね。俺も生活厳しいよね、本当に。ゴミか。そう、まあ有名なとこはね教えてもいいんだけど、有名なとこ今本当に若い学生とかもう夏休みでしょ。そうするとね、若い子が今結構コロナ持ってるから、そうするとね僕もやばいんだよね、うずっちゃうと。親の面倒見てるからそういう面でね教えてない、草切ればね多分地主がいるんじゃない、多分この山の持ち主が多分ね。そうでもね、まあ向こうは明るいじゃん、そう、まあ大事にね。まあでもね、いやなんかでもあれだね、今日はいないかな多分。本当はね向こう側に行くとちょっとね、神社っぽいのあるんで、そこがやばいんだよね。そうでも行けなかったからね、あの変なの行ったから。そうあれがもしなんかねコロナだったら嫌じゃん、歩いてたらね。車だったら別にすれ違うだけだからいいけど、黄色だ、でも黄色になってんだよな。今ね、この辺りも多いしね、本当に。いや本当に今すごいよ、多分水曜とか木曜は多分神奈川も700とか絶対行くと思うけどね。だって千葉今日500だぜやばくね、千葉500だよ。もう神奈川絶対隠蔽してんでしょ。あちぃちゃんね、お疲れ様、お茶ね、ありがとうございます。500だよ、千葉で。神奈川もう1000行ってもおかしくないよ、これ。電池どうだろうね、お取り替え時期なのかな。まあ変えてみるよ、今度ちょっと。ちょっと紐がなかったから変えてなかったんだけど。そう。東京だってもう2000人行くよ、これ、確実に。3000人とかも絶対いると思うよ。山梨も増えてきたでしょ。やっぱフルーツだからね、この時期は。そう、長いですね、了解ですね、ありがとうございます。検査待ち多分相当いると思うよ、ね、なんか噂だと PCR 検査待ちがかなんか1000人以上いるんだって1週間かかっちゃうのって。あ、皆さんこんばんはね、いらっしゃる。だから実際のとこはそのうちの1000人もし PCR だったら多分700人ぐらいいるってことは、実際今1200人ぐらい感染してるってことだよ。まああとは海だろうね、海から感染してる人が多いんじゃないはい、美女さんこんばんはね、いらっしゃいね。まあそんなわけでございます。あ、すごい光ったな、あいつ。動き出したか、ウォーキングしてる。まあカブトムシいんのかな、こうライトつけそこに2人ぐらいいたぞ。はい、じゃあお疲れ様でした。じゃあ次行きますか。